swear that I'll stay here with you. さあ、ということで家に帰ってきたので早速ね、モビールをモビールモービルモビールだよね、モビールを作っていきたいと思うんですが、これね、買ってきたやつ、これすごい高かったんですよね。これで100枚入って7ユーロ高って思ったんだけど、でもね、これしかなかったから、まだね、そう、今ね生後2ヶ月弱なんですけど、で色の認識がまだねそんなにできないから、まあ、白と黒メインで作ろうかなと思ってこの色にしまして、今ねミキはここにいるんですけどこうね足でね揺らしながらねこうやってるとね静かにするよね。あらららあら、大丈夫、ママここにいるからね。はい、さあ、ということで早速ね作っていこうと思います。なんかネットで調べたらなんか良さそうなのがあったので、それを参考にしてね作るんですけど、そう、私ね、まあ、これとか建築模型をね、まあ、元々その建築の仕事をしてたんで、まあ、その建築模型とかもよく作ってたんですけど、そう、建築模型作るのすごい得意なんですよ。日本の大学行ってた時、その学生時代とかは、その建築設計。どうしたの？あ、うん、抱っこ好きなんだよね。ねえ。まだご飯の時間じゃないでしょ？おしめもさっきされたじゃん。おるるるる。まだお眠いんじゃないの？さっきのじゃ寝足りなかったの？一回中断する？ねえ。しゃっくりしてるね。もう上手。さ、作業ね、再開しようと思います。そう。そう、昔からね結構私手器用で、まあ、でも日本人だと結構手器用な人多いですよね。そう、なんかフランスの学校行って思ったんですけど、うん、やっぱね日本人手器用ですよね。そう、日本ってその建築建てる時とか、あの1ミリ単位で図面描くんですけど、なんか国によってはね、その1センチ単位で図面引くとことかもあるしね。そう、だからやっぱ日本ってやっぱね、うん、やっぱものづくりの基準はすごい高いと思いますね。そう、で私はその学生時代にね、日本で学生やった時も、あの模型バイトのね仕事とかやってて、そう、そこでね結構 0.5 ミリ単位で模型作ってたりしたんで、そう、結構ね、あの手先の器用さは自信があってね。そう。で、そう、今日はね、気球型のモビールを作ろうと思ってて、そう、まあ、サイトでね、ネットサイトで見つけたんですけど、そう、ミキはね、もうすぐ2ヶ月経つんですけれども、まあね、順調に育ってきてくれて、ね。なんかそれ、最近は夜もね、なんか、ちゃんと寝てくれるようになって、夜の10時とか11時とかに最後のミルクをあげて、で朝ね5時とか6時ぐらいまで寝てくれるようになったから、なんかここ最近はすごい楽になりましたね。なんか大きいな。どうしたの？どうしたの？おしゃべりどうぞ。はい、おしはい、おし。そう、でね、これにつけようと思うんですけど、これね、そう、フリマアプリで1ユーロで買ったやつで、もうここにね、つけようと思うんだけど、これ大きいな。試しにね、1個作ってみよう。で、そう、第2子ってやっぱこう、なんか一般的に
一人目よりだいぶ楽って聞くじゃないですか。まあ、確かにそう、すごいすぐね、夜も寝てくれるし、あんまり泣かないし、なんかすごくね、手間かからないっていうのはね、そうだなと思うんですよ。まあ、多分一人目の育児でこうやり方が分かってるっていうのがあるから、こっちの経験値がね、上がってるから、まあ、そういうので楽っていうのもあると思うんですけど、ただね、私の場合、なんかこう精神的には、なんか一人目の時より辛くって、そう結構ね、この2ヶ月しんどかったんですよね。一人目の時より。一人目の時は産んで、で、その時大学院に通ってたんでね、こっちのフランスの大学院に通ってたんですけど、卒業論文を書きながら、産後過ごしてましたね。新生児横に置いて、こうパソコンで論文書いてみたいなことやってて、そう、まあ、そういうのできたんだけど、なんか今回はなんか結構精神的にきつかったなって、多分その、年もあるし、今私35歳なんでね、なんか多分年もあるだろうし、多分一人目の時よりもそのホルモンバランスっていうか、その情緒が安定してないっていうのもあって、そう、辛かった。うん。でもなんだかんだもう2ヶ月に、そう、2ヶ月経ったから、まあ早いですよね。そう。よし。それで、なんかね、すごい簡単で、こう見つけたやつがね、なんかこれを、ほら、なんかちょっと気球っぽく、ちょっとこう気球っぽいじゃないですか。これをね、こう貼り合わせていくんですって。すごい簡単ですよね、これね。ちゃんと折り目つけて、見てみきちゃん、じゃじゃーん。でこれをね、こう貼るんですって。工作楽しいですよね。私工作すごい好きで、なんか物作り結構好きなんですよね。多分その物作りって、もう建築もそうだけど、料理もね、物作るじゃないですか。私やっぱその物作り好きなんですよね。こう実際に手を動かして。でね、ここにね、紐を通すんですって。これ、結び目を作って、で、ここにね、貼るっていうね。で、これなんかボンドみたいなやつ買ったの。これも買ったのね。お、ミキが寝てくれたんで、ね、ここにゆっくり作業できるね。あ、起きた。なんか久々に工作の作業したけど、楽しいですよね。どうした？はい。はい、どうぞ。で、これをくっつけたら、完成。一個できた。かわいい、かわいらしい。じゃん、1個できた。早い。そう、これを、まあ、全部でこんな感じでね、吊るすから、うん、あと3つ作ろうっていうね。よし。フランスはね、結構旦那さんも育休取得して、こう出産後はね、どうした、どうしたの、寝ないの、寝ない、眠いんでしょ、ミキちゃん。そう、旦那さんもね、こう育休を取得して一緒にこう育児して、まあ、夫婦で乗り切る家庭が多いんですけど、うちもね、まあ、一人目の時はそうだったんですけど、なんか今回はですね、今回も私そのつもりだったんですけど、なんかパートナーの仕事の繁忙期と重なっちゃって、で結局育休取得してくれなかったんですよ。そう、
結構ね、それもね、精神的にきつかったんですけど、そう。で、まあ結局どうしたかっていうと、で、パートナーのね、両親が出産して10日間ぐらい、来てくれて、そう。で、パートナー普通に仕事して、出張とか行ってて、だから私、あっちのご両親と一緒に、まあ、がいるところで過ごしてみたいな感じで、そうで、やっぱね、そうで、もちろんね、そう、ご両親すごいいい人たちなんですけど、でもやっぱりね、気使うじゃないですか。それもね、まあ、いつもの精神状況だったら多分そんなことないんだけど、こう産後で少しね、情緒が不安定なところでやっぱね、こう過ごさなきゃいけなかったから、それもね、きつかった。まあ、でもすごいよくしてくれたんですけどね。どうした？どうした？揺らしてほしいの？はい。おねねの時間じゃないの、みきちゃん。ちなみにね、今回の出産もですね、結局なんだかんだ19キロぐらい太ったんですよ。で、今それからマイナス10キロいったから、だからあとね、そう、まだね、まだね、プラス10キロぐらいで全然そう、まだ減らしてないんですけど、まだそんな運動してないしね、まあ、徐々にね、減らしていこうかなと思ってます。うん、でもやっぱり、ね、開いた骨盤すぐに閉じないですからね。でもね、この間一緒にミキと一緒にヨガ教室行って、最後こう一緒にね、まあほとんどはそのママメインのヨガなんですけど、その最後赤ちゃんにこうマッサージしてあげたりみたいな時間とかもあって、それはね、定期的に通うかなと思ってます。なんかこれ画用紙でやった方が良かったかな、ちょっと折り紙だと軽いな、なんかやっぱこっちの方が可愛いね、広っ、ちょっといまいちだなこれ、ちょっと大きすぎたな。うん、やっぱこのサイズ感が可愛いね。うん、今こんな感じ。まあこれはこれでいいか。そう。で、次は白と黒で作ろう。さっき精神的に辛かったって、で、その精神的にね、この辛いのはやっぱね、夜寝れてないからっていうのもあるんですよね。で、今ね、夜は私とパートナーで1日ずつ交代で夜泣きの対応してるんですよ。そう。で、やっぱりね、ちゃんと寝た次の日はやっぱ気分も楽だし、やっぱ体動けるし、うん、やっぱり、ね、睡眠大事ですよね。だから、そう、最近ミキがね、結構まとまって寝てくれるようになったのはすごい助かってて、で、このままちゃんとぐっすり寝てくれるといいんですけど、で、そのさっきパートナーが育休取らなかったっていう話しましたけど、っていうと別に家事育児に非協力的なわけじゃなくって、すごくね、その夜泣きのね、対応もね、一緒にやってくれたりとか、すごくね、まあ、協力的ではあるんだけど、そう。そう、だからすごいね、積極的にやってくれてはいるんですよね。ただ、育休取ってくれるって思っちゃってたから、そうじゃなかったから、もうそれがね、答えたっていうんですけど。見てね、ゆきちゃん。来よ。じゃじゃじゃーん。見て。ほら。長かったな、結構。どう？見てる？どう？行くよ。行くよ。いやー、見てる？見て。
て。ほら。喜んでんの？あ、そう、よかったね。うん、は。よかったね。どんどん新しくなるからね、このモビールね。うん、うん。